MM プラスをひとつまみ、これ井戸水ですね、つけてよく溶いて、この資材酸性なのか中性なのかちょっと調べてなかったんですけど、中性なのかなと。井戸水がこれ左側が井戸水ですね。ほぼ若干酸性なのかな。pH が4ぐらいかもしれないですね。こちらの MG 水出しは、これは今日、アルカリ性ですね。しっかりグリーン出てますもんね。上から2番目のマスですねが緑、これが MG 水出しですね。その左側があの MM プラスだからアルカリ性ですよね。なんでこんなことを調べてるかというとですね、土壌診断結果 pH が7ありました。まあ今までなかったんで何が原因かなと思ったんですけど、まあ多分 MG かなと。ちょっと調子こいて多めにくれてた感はありますね。ただですね、今回土壌診断で持ってったのは灌水チューブ下だけの部分なんですよね。だからこれまた元肥入れて耕すと分散されるんで、まあさほど驚くことでもないのかなと思ってます。お、車体よ。これは何つらか。今日は風が強いつらな。あれあれ、ピオさん。お、あれつらか。2号です。本日も頑張ってまいりましょう。はい、ってことで今日は暖房機の清掃をやろうと思います。まずはですね、この煙突側のスクリューですね、の清掃をやります。この辺外します。お気楽じゃん、これ。あ、このフックか。外します。はい、結構すすが落ちるんで、下にちょっと肥料袋を引いておきます。はい、カバーを外して、ここですね。はい、4箇所。外します。まずは電源オフ、はい、運転停止確認します。開ければ真っ黒、すすも溜まってますね、こっちも。はい、ある程度これを落とします。でこの肥料袋に、はい、移して落としていきます。マスクは必須です。はい、この辺のすすは結構こすれば、はい、落ちますね、簡単に。
こんなもんで。今回から誘引ピンチ。今まで両面テープで貼ってたんですけど、両面テープじゃないですね、PO の補修テープですね。今回から忘れてきちゃったんで、誘引ピンチ、はい、使い方も合ってますか。そしたらこの内側のこれか、これなんていうんですかね、ここに溝があってそこまでずらして外す感じですね。そうか、取れましたか、はい、でこれをちょっと内側に曲げて、はい、全部押して外れます、これで。そうすると、はい、いっぱい入ってます、はい、いっぱい入ってます、はい、プレートが見える、はい、中にプレートが、はい、入ってますんで、これを一個一個取ってすすを落としていくと。はい、取ってこれがですね、あ、これですね、このすす、はい、これを落としていきます、はい。でもこれ結構ついてない方ですね。今回なんかやってて思ったのは、なんか黄色、やたら黄色くなってますね、これ。そしてなんかすすっていうか、これは硫黄成分なんでしたっけ、ちょっとうろ覚えなんですけど、その量が少ない。燃料の質が良くなったとかも聞いてますね。そしてこの色もそのせいなんでしょうか、黄色い。はい、スクリュープレート、これをすす落とすの終わりましたんで、あとはここに溜まったやつを、そっか、この穴の中のやつを向こうに押し込む、はいはい、こちらのブラシを使って、まあ、押し込んだり引き出したりですね、はい、押して引く、はい、この形で中を一個一個きれいにしていきます。これはあれですね、上にも当てて、上にも当てるとすすがやっぱ出てきますね。左右、はい、左、右、下って感じで、はい、反対側からまた逆側へ清掃しますんで、向こうに落としても問題ありません。はい、綺麗にしましたんで、あとはもうすすを袋に落として、こっち側、煙突側の清掃は終わりです。はい、こんなもんで十分でしょうってことで、スクリューを、はい、戻していきます。特にこれ向きとかないんですけど、一応このつまみの位置を上なら上で合わせるようにします。この内蓋はあれですよね、スクリュープレートがこっちに飛び出してこないように、はい、だからしっかりこの入り口からここまでですね、はめました。そしたらすすがいっぱい出てきました。はい、こういうことは気にしない、気にしちゃいけないですね。ハイピオさん、キュウリですよ。おお、今日は風が強くてな、寒いな。おお、はい、今度はこちら側ですね。確か前回教えてもらって、これ外して、これプラグ外して中をチェックします。これは簡単に外れますね。
そしてここ2箇所だったかな。はいはいはい、外れますね。ここでいいのかな。ちょっと今まではそういつもここ開いちゃってたんですけど、これですね。ここ開いてパカッと清掃したんですけど、ちょっと点火系はこっちからでも十分チェックできるみたいなんで、はい、ビス取りましたね。外れますね、これ簡単に。あ、なるほど、こんな簡単に取れるんですね、こっち側は。おー、なるほど。あれ、でもこれは結局取れないんでしたっけ、こっちに。あれ、取れた気がするんですけど、あれ、あ、カプラとこのコネクタを外して引き上げるんですね。はい、これかと、こうか、外れました。あ、これ、あ、重油が来てるわけですね。で、持ち上げながら、あ、外れた。あ、なるほど。あ、そんなに汚れてないですね。あー、でもノズルは真っ黒黒なんで、ちょっとこれは清掃します。これで、うん、真っ黒ですね。そしてここも、うん、綺麗にします。うわうわ、真っ黒。懸垂車の社長さんが来てサンプルを持ってきていただいたんで、これから受け取りに行ってきます。仮の名前らしいんですけど、 NB 選抜金、何種類でしたっけ、120種類。あ、これ120種類。ちょっとどうやら中見たらですね、おやっと、あれみたいですね、どうやらあの
おからにやっぱ菌を付着させてるみたいですね。培養して、うん、ちょっとなんかあれですけど、これもまあ試験的にちょっと3分の1今回角屋根入れて、はい、実験してみたいと思います。ゆうちゃん今日は暑いね。暑いね。うん、いいね。暑い時にやっぱりキュウリだね。暑い時にはキュウリだよね。寒くなんないように気をつけてね、ピオちゃん。暑い時には水分供給だよ。ういういおー、綺麗に食べたね。これかい、これかい、はい。